それでは最初に2月13日木曜日一面、スマート改革推進課新設の記事からです。三重県は12日令和2年度の組織改編を発表しました。 AI などの最新技術での庁内の業務を効率化させるスマート改革の司令塔として、総務部にスマート改革推進課を新設します。スマート改革推進課は庁内のシステムを管理する地域連携部の情報システム課を総務部に移管し、名称変更する形で組織。改革の準備に当たってきた行財政改革推進課の業務も加わります。開催を翌年に控える三重常若国体常若大会の開会式などに出席される皇室への対応に備え、戦略企画部に行幸啓課を新設、6人を配置し開催年度は増員します。政府が来年志摩市で開く太平洋志摩サミットの開催支援や機運醸成などを目的に、同サミット推進班を雇用経済部に新設、次長級の同サミット推進総括官と課長級の同サミット推進官を設けます。第105回のグローカルニュースでは、スマート改革を目指す県職員で作る検討チームがオフィス改革を提言に盛り込んだとお伝えしました。その検討チームが改めてスマート改革推進課として動き出したのでしょうか。以前の記事では、書類管理などの負担が大きく改革がなかなか定着しなかったとありましたが、組織の一つとして動き出したことはスマート改革を進める本気度が伝わってきます。同時に来年に控える大きなイベント、常若国体常若大会、そして先日決定した太平洋志摩サミットの開催支援を進めるための組織改編もされたとのことです。着々と準備が進んでいくことを実感いたします。